皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回は YouTube の広告でたびたび流れる謎のゾンビゲー、ラストシェルターをやっていくよ。あの施設を作ってゾンビを撃退してる広告機になってたんですよ。どんなゲームかわかりづらい広告だよね。それじゃ早速やっていこう。いきなりゾンビに襲われてる場面から始まるんですね。この場所が僕たちの拠点になるから手早くゾンビを処理しよう。我々は着いたぞ。シェルターを偵察しろ。このゲーム地味にボイス付きなんですね。というか声と顔が合ってませんよ。そうなんだよ、このゲームはなぜか知らないけどほぼフルボイスになってるんだ。まあフルボイスにはしたけど声優が用意できなかったのか声がキャラと合ってなかったりめちゃくちゃ片言だったりするけどね。それならフルボイスにしなくてもよかった気がしますね。私についてこい。これ絶対声優のせいだけじゃないですよ。確かに顔の割にセリフもすごい可愛らしいよね。可愛らしいセリフと声でもう完全に見た目だけのおっさんになっちゃってますね。それにしてもこのままじゃキリがないから柵を直しちゃおう。直すときはタップすると直すことができるみたいだよ。それじゃさっさと直しちゃいましょう。直すときは戦闘なんかのアクション要素はない感じだね。一度実行すると勝手にやってくれるんですね。とりあえず柵も修理できたしゾンビも掃除できたね。新しい目標も表示されたからタップしてストーリーを進めていこう。立ち寄りいただければ幸いです。お前もなんかギャグ担当のキャラみたいな声してんな。少しかっこいい声の人使えばよかっただけなのになんでこんなことになっちゃったんでしょうか。助けたシェルターからエイダって名前の女の子が出てきたね。このゲームでは基本的にこの子がプレイヤーの案内役としていろいろ教えてくれるよ。一般人の女の子にいろいろ教えてもらう疾患って何なんでしょうね。きっとゾンビに関しては素人以下なんだよ。よしこれから拠点を作っていこう。今更ですけどこのゲームって何をするゲームなんですか。このゲームは自分の拠点を作ってそれを強化していくシミュレーションゲームだね。自分の好きな感じに街を作れるから街づくり系のゲームが好きな人なら楽しめるんじゃないかな。コツコツ一人でできる感じが好きな人はとことん好きなゲームみたいですね。このゲームはオンライン要素なんかはないんですか。このゲームは基本的には一人でコツコツとやっていくんだけどオンライン要素として他の人の拠点と戦うことができるみたい。それに同盟って言ってグループみたいなのも作ることができて同盟同士の戦いとかもできるらしいからオンライン要素は結構熱いんじゃないかな。確かに大規模戦闘ができるとなるとオンラインもなかなか楽しそうですね。まあ拠点の発展度や兵士の熟練度が全てらしいから初心者はほとんど勝てないらしいけどね。こういった感じのゲームですし費やした時間イコール戦力になっちゃうのは仕方ないのかもしれませんね。というわけで兵士の訓練をしていくよ。兵士の訓練はボタンを押して時間経過すれば終わるみたいだね。勝手にやっててくれるんですね。今は兵士の種類も少ないけど施設を増やしていけば種類もだんだん増えるみたい。次は施設を整備していくよ。基地レベルを2に上げるにはまだ足りない施設なんかがあるからそれを建てる感じだね。本格的街づくりの開始ですね。まずは住民が住むための民家を作っていこう。この施設は建てる場所とかとはないから景観を損ねない場所に建てたいね。ちょうど道路が引いてありますし横に建てちゃいましょう。そうだね、近くに発電所があるけどゾンビが歩き回る世界だからそこは我慢してもらおう。施設を作るときは必要な資材とお金を消費して一定時間待つ必要があるんだ。最初の施設は5秒くらいで建つんですね。いくら時間が短くても一度に建設できる施設の数が決まってるからそんなにボコボコ建てれるわけじゃないんだけどね。次は水場を確保しよう。ちなみにこの施設はオアシスみたいな場所でしか作れないよ。それに離れたところに施設を建てるためには道路を引かなきゃいけないんだ。これ結構道路適当に引いてますけど大丈夫なんですか。おそらく後で引き直すこともできるんじゃないかな。まだ他の人の拠点とか見たことないけど整理とかできないと嫌な人とかいるから施設とかも移動できるかもしれないね。さて今度は食用の施設を作っていくよ。今さらっと土地拡大しましたね。土地の拡大自体は基地レベルを上げるとできるみたいだよ。今回は畑を作るために広げたけど今のところ建てれるものが少ないから広げてもって気がするんだよね。確かに今のところほとんどさら地になってますもんね。レベル上げればいろいろ受けるようになるんだと思うんだけどどうなんだろうか。いろいろ受けば他の拠点との戦いの時に何か意味が出るのかもしれないですね。街を整備してたらサバイバーのイベントが発生したみたい。多分このイベントは強制だと思うけどどんな人が来るんだろう。
もう仲間としてよりどんなネタを持ったキャラなのかの方が気になっちゃってますね。おっ、来た来た。ところでこのサバイバーイベントストーリー進めればまた起きたりするのかな。わしはこの近くで何ヶ月もさまよっていました。このままだときっと指揮官さんが来ると聞いてます。俺たち食べ物を恵んでいただけますか。いやこいつら絶対声逆だろ。確かに見た目は解放の人が今にも死にそうな人みたいな声してましたね。男のキャラクターは多分声優同じ人がやってるんだろうけど、こういうところくらいはちゃんとしてほしかったよね。本当になぜフルボイスにしたんでしょうかね。こんなうまい料理を食べるのは何年ぶりだろう。ごちそうさま。指揮官さんのことは必ず村の人たちに伝えます。ご飯食べたら急に元気になりましたよ。こいつ飯が食いたいからって死にそうな声出しやがって許せねえ。でもなんかこの人の仲間がこの町の住人になるみたいなこと言ってますし、まあよかったんじゃないですかね。まあ人的資源も必要だからね。今のイベントでなぜか拠点の食料問題が解決したみたい。施設もある程度整備できたし、今度はラボで能力を研究していこう。ここでは食料の採取量を上げたりする能力を研究することができるんだ。拠点整備なんかでは地味に使えそうなスキルですね。スキルも資材関連のスキルだけじゃなく戦闘関係や人員関係とかいろいろあるよ。これに関してはとりあえず研究しておくのが良さそうですね。次は戦闘をやっていくよ。今回は近くでサバイバー救出イベントが発生したから、そこに向かっていく感じだね。救出に向かう際にはリーダーになるヒーローと兵士を連れていくんだ。今回は兵士を全部連れていっちゃおう。果たして全部連れて行っていいんでしょうか。まあ負けるよりマシかなって気持ちで全部連れてきたけど、正直半分で良かったかもね。戦闘のチュートリアル的な場所ですから負けることもなさそうですしね。それじゃ早速戦闘を始めよう。このゲームの戦闘はターン制でただ殴り合うだけのものだね。リーダーはスキルを持っているけど、それも勝手に使ってくれるからプレイヤーはただ見てるしかないよ。戦闘に関しては戦略性もなく少し物足りない感じですね。確かに数でゴリ押しもできそうなゲームシステムだよね。まあ今後このタイプの戦闘ができるかはわからないけど。どうやら勝ったようですね。戦闘からリザルトまで全てが地味な戦闘でした。まあアクション要素も戦略性もないからどうしても見栄えが悪い感じになっちゃうよね。まあここまでやってきた感じ、戦闘がメインのゲームじゃないから仕方ないのかもしれないけど。確かに戦闘での爽快感とかが味わいたいなら他のゲームをしろって話になりますもんね。皆さんどうだったでしょうか。広告で流れる謎のゾンビゲーをやりましたが、若干広告詐欺かなって感じのゲーム性とシステムでしたが、好きな人はとことん好きなゲームだと思います。それでも好きな人はとても好きなジャンルのゲームだと思います。今回は長序盤を動画にしましたが、もし興味があればぜひやってみてはいかがでしょうか。ちなみにガンダムのアプリで似たようなものがあるみたいなので、個人的にはそっちをやった方がいいと思います。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。